2036年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半前は先生です。今回またシグナルが出ました。試験投資ですね。日本負けまして35,472円ですけど、1個使ってるんでね36,472円で、この勝敗がつけば少し1個戻すということですね。今チグハグしてまして上下変動ということで、ちょっと上がんない状態ですね。4万円までいかないところですね。しかしこれだけ差が出て上がってくれたらね非常にいいなという感じですね。取引してすぐ上昇しましたからね、この AUD、NZD ですね、こちらの方でちょっと監視しておりましたけれどね、こちらにはこう裏側で動いております。別のただルールはちょっと違います。11月15日、1時ですね、夜中のね、木曜日になったところですね。僕はちょっとコーヒーを飲みながらね、ちょっとね仕事だからね、仕事があるということはね嬉しいことでね、喜んでねシグナルが発生して飛び起きて投資してます。自動売買禁止なんでライブはね自分で打ってます。まあ試験投資1000円でもねお小遣いにはなるんで、試験投資でもね稼げればね嬉しいですね。見てるとね 80% 以上で10個以上の取引ってないんですね、出てこないんですね。あ、ちょっと置いといて、でもそんなことでね結構ね仕事はね大変なんですけれども、まあ仕事がねできるということはね非常に嬉しいですよね。まあこんな感じだと大体月ね本番投資でね、月500万ぐらい稼げるんじゃないかな。来月までに100万越さないとね、この資金でね、まあ、コーヒーを飲んでね、こうやってね、一日中仕事してますけれども、大変なようで、そんな大変ではないんですね、心がけでね。健康管理でね体崩すと大変なんで、この辺がね非常に気をつけて、ここ電気毛布でね、でストーブ暖房つけてないの、体壊しちゃうんですよね暖房つけると。だから一時はいいの、どうしても寒いなということでちょっと気合がある必要で寒いなという時とか、風呂上がりだよ、風呂入るときにちょっと体冷たいからというようなことでね、暖房つけるのは非常にいいんですけどね。世の中良くなってきたからね、能力者私だけだけど、それなりにね、動きやすくなったから昔と違ってね。悪い人めちゃめちゃ悪いけど、だからねそこら辺でね避けやすいんですね。
さあこちらですね、勝敗どうでしょうかね。これで落ちるってことないでしょう。これで勝てば3万7千ぐらいですね。年中人間たちがね、私のね、上の能力者の脳が聞いて仕事妨害をね、狙ってんですね。超ね、原始的なんですよ、人間って。一人のね、私だけのね、脳が全員で聞いてんで、で、妨害をね、狙ってんですね。はい、勝ちました。